刻の闇に散りゆくがいい。清盛が実の強化を行っておる。ならば他の者がこもる砦を探るとしよう。一押しに邪魔な妖魔は端からぶちのめしていくぜ。潜入こそ忍びの領分、俺に任せろ。ここは誰も通さぬ。時は満ちた。さらなる悪夢を見せてくれよ。せいぜいあがくがいい。面白い。おっさんには及ばねえが、俺もやってやろう。悪魔に味方が敵に回るとは、このままでは本陣が。何やら騒がしいようじゃが、我が術の妨げにはなるまい。妖力が弱まっているのか。今なら皆を妖術より解放できるはず。清盛さんのためやるじゃねえか。どこだ。私は何をしていたのだ。やった。こんな感じか。孫悟空を放っておいては危険です。早く止めましょう。凄まじいな、異界の客人よ。さすがのお働き。おっと、さすがに本陣の守りは固いか。なら、浴衣に引き込むまでってな。
るじゃねえか。清盛さん、神武コース、ここで来て当てろ。ほら、爆弾、せいぜいあがくがいい。敵将消滅せ、せいぜいあがくがいい。だいぶ慣れてきたぜ。こんな感じだろ。次々と敵に。なんだ、なんで俺はここに。我らは友を取り戻した。今こそ反撃の時。行者の出現は再び世界を変容させ、世界の客人の訪れもその一つという。押されているか。凄まじいな、異界の客人よ。時は満ちた。さすがのお働き。感謝します。やっほー、今日の相手はお前に決めた。この勝負負けねばなるまい。敵将消滅せ。やるじゃねえのよ。やるね。けどまだだぜ。お前が助けてくれたのか。どうよ、一生恩に着ろよね。この程度のは加われば大きな戦力となろう。やるね。十分楽しめたし、退散するか。やるじゃねえか。凄まじいな、異界の客人よ。闇はいつか滅するが定め。
ふいっ骨ごと噛み砕いてくれよ。そう、凄まじいな、異界の客人よ。オンオロチアラミタマソワカ、オンオロチアラミタマソワカ、幾度抗おうとも滅びの定めは揺るがぬ。無駄よ無駄。我が気迫妨ぐるものなし。清盛と孫悟空め。